誕生分でしょ。まあ753歩なんですけれども、今からですね、ちょっぎっめおざまぎりんじシェオリオ評判ピラスタハヨクスショキャプシカンギズキヨルスあんませすぎっめじゃこれやからしけてチェカンシクシングブライゲンせすぎるじゃん。今からですね、買い物に行くんですけれども、果たしてどれぐらいあのまあ万歩計っていうんですか歩くんかちょっと見てみたいと思います。あんまり大した運動にならないと思うんですけど、運動もね入れていく運動もやっていこうかなと思ってます。はい、雨が降るようなんですけど、まあいつものねお出かけですわ。あやパルラクディルミヤブちょっと文房具屋さんに行きたいと思います。それでは。蛍光ペン買いに来ました。ヨッキ。ASMCA? そう、傘持ってきた方がいいんじゃないっていうふうに言ったんですけど、なんかあったらすぐに戻れるからいいって言ったんですけどね。すごい雨降ってます。雨やみ始めました。Abi 190'la bu geldi. Ya bana bir tane palamut kesebilir misiniz acil? Ne farkı var? Hangisi güzel? Hoş geldiniz. おる？ブロッコリーあるもんぞ。まあこんな感じでね、いつもじゃないですけどもたまに買い物に来てます、この市場で。ペリンちゃんね、あるの？トマン。トマン。オッケー、出てる。はい、ということで、ここから出ます。人がいっぱいいるんでね、ちょっと嫌ですね。ワルム、ヨッキブルダー。水色の蛍光ペン探してるんですけどないんですよ。オルミオ。蛍光ペン買いに来ました。1,5 yazıyor da geçtim. Bu şimdiki fiyat mı? Bu da 9 TL yazıyor. Ne kadar yapacak? Ano, 今日ね、寿司やろうかなと思ったんですけども、なんか美味しい料理があったので、
っぱり外食することになりました。またまあけどね、すごい安いんですよ。だからそこ行ってみたいと思います。これですよ、このメニュー。 OK、 Let's go。 あんまやんだらじゃん、絡んでる。ガスいたよ。レンズ豆のスープって書いてあるのにチキンスープに変わってました。何なんですかこれ。なんか値段が安いからすごい喜んでますよね、この料理。なんか雨降ってるんですけどね、また雨降り出してきたんですけど、トルコはすぐに止んだりとかしますね。美味しい。美味しい。なんで、パンケーキぐらい好き。で、次にカレーもでこの。食べ配るの？チキンありますか？チキン全く入ってない。チキンスープなのにチキンが全然入ってない。これだけしか入ってない。これなんですけど持って帰ります。会社に行く時にね、弁当とか持ってってるんで、その時のね塩コショウに使ってますね。このまま置いていくとね、捨てられるので、弁当で使うようにセリンの考えですけどね、やっています。セリンの編集作業の様子です。いつもこんな感じでやっています。皆さんこれどうなんでしょうか。私はこうテーブルでねこうやるようにしてるんですけど、彼女はベッドまたはソファーでやるのがいいみたいですね。ということでまあこういう一日でした。私たち帰ってきて、まあ私この編集作業あるんですけど、まあセリンがやってくれたやつをまあ私がちょっと補助するっていう感じで、こんな感じでやってます。7920歩ですよね。はい、ということで今日はですね7920歩